はい、どうも、こんにちは。今回でまた Life is Strange Before the Storm の続きからやっていこうかなと思います。前回は、確か、クロエとレイジェルで、なんかとりあえず学校サボって、電車に乗って、なんかよくわかんないとこでさあ降りようぜって言って降りたんだよな。確か。いや、ほんとよくわかんないとこなんだけど、ここ。街ってわけでもなくね、なんか、普通の森の中に降りたっていう、よくわかんねえけど。まあでも多分レイチェルのお気に入りの場所なのかな。あ、誰かいる。走り方。走ってないか。ウォーキングか。あ、なんかじゃあ公園かなこれ。なんかでけえ公園かなこれ。公園っていう文化あるかな。まああるか。公園にしてやたらでも、なんかゴツゴツしてる岩とかあったりとかさ、なんか、大自然だな。大自然公園だな。クロエはね、結構やっぱ運動不足みたいなとこあるからな。ちょっとところどころ。ノースウエスト。何これ。 ここであるか、なんかイベント。とりあえずレイチェルのお気に入りのスポットに行くのかな、じゃあ。あ、ぽいぞ。なかなかいい眺めじゃん。疲れよてんかっな。た。ここまで来たご褒美に新しいゲームを始めようか。レイチェルも頭良さそうだよまな、やったぱ。かよ。いいでしょ、別に。演劇の授業で習ったんだけど、即興でお芝居をするの。おお、演技嘘ゲームやってやろうじゃねえか。演技、嘘、ゲームが得意。一体どっちなんだろうな。何が？感性が豊かなのか、でたらめなのか。あ、これダメ？これダメ？ん？どっちか分かったら教えて。ふん。これは遠余裕くがあるから人をな。観察するゲームだよ。はちょうどここにハイテク機材がある。い。はじゃあ始めいはいはい。ハイよっテクか。か？まあ、こんなよくわかんねえ公園にさ、ある望遠鏡なんかたかが知れてるでしょ。そんな見えないでしょ。東京タワーとかさ。じゃあるまいし。あ、金取られた。気づけよ、てか。クロエ、コイン持ってる？ねえ。ない。くそ。レイジェル、どうこのした？辺のもので直せるかも。手先は器用な方だし。へえ。じゃあやってみなんて。かレイジェルの怖い部分あるな。なんか急にやからみたいな。黙っちゃった、普通に。やっぱ熱いやつなのかな、結構。できなかったらブレイチギジレたェルもんのな。望遠鏡を使いたがってる。直してやりたいな。できなかったらブチギレるってプロ意識高すぎるよな。あ、マイキー。あ、オタク。ドリューがごめんね。マイキーのせいじゃない。いつもああいう感じってわけじゃないんだ。じゃあ、ほとんどああいう感じってこと。もういいや。そう、会話大丈夫か？多いわ、あれこっが。ちは動いてんじゃねえか。ああ、まあ、コイン入れる方間違えちゃった。1本だけ多くだ。木にも仲間外れってあで、るあそな。こに立ってる子気にならない？ あそこに立てる子なかなかモブじゃ立てないでしょ、あそこに。古い木だ。あ、うわ、キノコ生えてんの？オレゴンホワイトオーク。アルミネーション州立公園の、あ、州立公園か。のシンボルでもあるホワイトオークの木は、太平洋岸北西部で最も長寿な木の一つです。椅子のように湾曲した形状をしていて、ネイティブアメリカンはこれを道しるべにしたり、重要な場所の印として使っていました。推定樹齢は400から450年を超えますが、内部はキノコに侵食されているため、詳細な調査は難しいとされています。北側の幹についた傷は約200年前に落雷の直撃を受けたことを裏付けています。樹高13メートル、標高直径162センチ、樹齢450年、幹の断面図、年齢。 読まなくていいわ、別に。てか、あれかな、多分。モブじゃないって言ったけど、あそこの多くの木にいる女の子を見るのかな、じゃあ。位置的にも。今日はめちゃくちゃだ。最高にいい意味で。レイチェルぶち切れてるよな、こいつ。欲しいものは何でも手に入る人の顔。どんな気持ちなんだろうな。
話さない方がいいかな。なんか話したら結構険悪な感じするもんな、今。レイチェルのコインはまだ中にある。合う道具さえあればこじ開けられそう。おー、でも結構さ、結構ボロそうじゃない？ここら辺にあるやつなんか。たかが知れてるでしょ。そんないい望遠鏡なんかないよ、多分。このブラックウェルって男はもともとあるものの創始者を名乗るのが好きなんだな。あ、ブラックウェル遠征隊なるものが、どうしようか。もうこういうの読まなくていいかな。だって、ねえ、いる？この情報。あ。ドワイト・ミューラー作の探検家像。てか、探検家の女ってあんまいないよな。この時代は家で洗濯と子育てか。まあ難しいとこあるでしょ、言っても。やっぱ体的にもさ、どうなの？まあ、結構厳しいとこもないか、普通に。ありがちだな。AW と BW。AW と BW。わかんねえ。俺その風習わかんねえもん。教えて、クロエ。クロエ、教えて。い直つもすって言っ通てんりののに。日だけど、レイチェルと一緒。何かすごいことが起こった時って、その瞬間は何とも思わないけど、いざふと考え始めると頭から離れなくなって、空回りした挙句結局全部台無しにしちゃったりするんだよな。今日はそうなりませんように。立とうか。 やっぱこのタイミングで立つのがいいよな、やっぱり。まあどうせ今ので終わってたかもしんないけど、やっぱこのタイミングで立つとやっぱいいよな。そうなりませんように、ふうっつって。リスさん、自然の恵みじゃ足りないんだな。驚かせる。リス驚かせる。なんかもらえるかもな。あ、タイヤのブランコ。マックスがいたら白黒写真を撮って、失われた純血みたいなタイトルつけるな。ん？あ、この先はいけるな。おい、あ、こっからはいけないのか。オッケーオッケー。あ、結構いける。結構いけるぞ。これでコインを取り出せるかな。あー、これでカツカツやって。まあ、驚かす目が一旦。うせな野生動物ども、プライドを持て。え、ごめんって。鳥が来た。あ、鳥が来たぞ。ゴミ箱、大人気だな。あ、こいつらどかし、なんかあれじゃない？手に入んじゃないの？なんかあるんじゃあっち行け。ない？ いや、あ、また来た。え？お前らまた帰ってくんの？おかしくないか？おい。おい、なんだ、おい。踏み入るんじゃねえよ。うせな野生動物ども、プライドを持て。これあれだな、ループしてんな。ループすんのか、これ。どっかないのか？これ、絶対ゴミ箱になんかあるでしょ、こんな感じだったら。あ、まあ、無理か。とりあえずこっち側から攻めてみようか。左側も行けたかもしんないけど、まあ、とりあえず。あ、イニシャル。こいつ、さっきと同じ AW？ 一人に絞れよ。本当だよな、AW。誰だ、AW って。まさか知り合いか？何度謝ればいいんだ。車に鍵を忘れたのは悪かったよ。もうぐちぐち言うな。こいつ AW じゃない、こいつ。こいつ AW でしょ、AW。おお、かっこいい。車に鍵を忘れた。これで証明されたな。学校サボった方が勉強になる。まあまあまあ、確かに確かにね。習いたくなる子、習いたいことを習えるからね。まあ、行かなければね。まあ、行くことも大事だけどさ。お、これは？好きな場所に好きなもので自分の居場所を作れるっていいな。どうした、お前ら。おいおいおい。ワインもらっていいっすか？ワインよりはビール派なんだけど、まあたまには上品に決めるのも悪くない。ピクニック客。人前で喧嘩するならせめて面白くしてくれよな。一回入ってみようか。小銭ないっすか？ おいチャおい、ラい食べ物なら余るかチャも。ラいチャラいチャあ、ラい。そうじゃない。何食ってんの？治安悪くなったな。し、
聞こえるわ。まあまあやからっぽいもんな、か関わり方が。おいお前ら、食わせてもらえるの。俺そんなさ、そんな別に苦労そこまで別に良くないですか。別にこれぐらいだったらね、マシな方でしょ。おいおい、金持ってねえかこらって来ない、こ来てない分ね、まだ全然そんなビビってんのみんな。この街の人ビビりやすいのかな、もしかして。全然でしょこれぐらいだったら。あどうもってなるでしょ。ねえ、めちゃくちゃ強気で来られたらあれだけど、まあ、これぐらいだったら。あっちがなんかあんのかな。あでも結構いけるんじゃない。でもなんか車に鍵を忘れたってことを聞いたら、あのセリフマークついたから、多分行きたくないんか。めっちゃ見てるレイチェル、レイチェルめっちゃ見てるじゃん今。レイチェル、なんか変わってないの。望遠鏡からコインを出せないかな。出せるか、何も持ってないぞ。マックスがいたら白黒写真を撮って、失われた純血みたいなタイトルつけるな。クロエ何もん。こいつってなんかさ、お、ほんと治安悪くなったんで終わりかな。てか治安悪くなったんで終わりなことある？一旦話してみようか、じゃあレイチェルに。レイチェルごめん、何もなかった。やっぱり望遠鏡をこじ開けたいんだけどさ、うん、ナイフ持ってない？ナイフ？私のママに没収されてさ。ナイフはないけど。あるんかい。爪やすりはどう？東大元暮らしかい。レイチェルめちゃくちゃ嫌な顔してんじゃん。まあそれでも人を刺せるけど。引いてんじゃんレイチェルが。爪やすりってでも大丈夫か、それで壊して。だってクループライス姉さんからあんたのこと聞いたわ。一体何様のつもり。彼はあんたの助けなんかいらない。スワナでおとなしくしてなさい。というかレイチェルアンバーにもからかわれてるって気づかないの。また話してもらえ。マジかよ、気づいた。煽ってんな、こんなので済むと思わないで。わざわざメールしてくんなよ、寂しがり屋かよ。やってみようか。でごめんレイチェル、ごめん、俺爪やすり壊しちゃうかもしんない。それだけ先に謝っとくわ、ごめん。くそ、映画じゃ簡単そうなのに。うん、もっと丈夫なものを探すか。あれで、それこそあれじゃない、さっきのお札じゃないのね。え、お札の方がまだ。これレイチェルに返した方がいい、一回。2個持てないとかあるかな。それこそこれね、いいんじゃないの。あ、爪やすりでそれを外すんだ。はいはいはい。わらしべ長者ね。わらしべ長者スタイルね。オッケーオッケーオッケー。捨てんなよ、お前。人のやぞ、お前、爪やすり、お前。クロエ。クロエ、人の。今日は、記念品を盗んだ。記念日。いいね。いや、クロエってそれ爪やすり捨てちゃってんじゃん。拾ってちゃんと、人なんだから。ステフ。何これ。ん？気をつけて、ウェルズはやる気だよ。マジかよ。本気だってば。助けようとしてるのに、今朝私を殺しただろ。それが GM のゲームマスターの仕事なのも。それと一緒に遊んでくれてありがとう。マイキーも喜んでた。あいつはいいやつだ。なぜか最近元気がなかったんだけどね。でもあなたと遊んで元気が出たみたい。まあ、そういうとこあるよね、結局。まあ、パッと見さ、パッと見クロエっていうのは近寄りがたい存在かもしんないけど、やっぱ一緒に遊んでみるとね、結構、お、いいやつだな、おもろいやつだなって思ってくれることもあるかもしんない。まあ、クロエはそういう活動が必要なのかもしんないな、そう考えると。プレスコットパワー発動。お、いける？あ、いけた。いかつ。ぶち壊して大丈夫？そんなに。お、やったね。バースデープレゼントしようぜ、バースデープレゼント。あたしの勝ち。あたしの勝ち。ゲームオーバーだ。ここはやっぱね、おみそれしました。言わないと。冒険野郎マクガイバーもびっくりだね。
二人の関係を良くすることが僕の仕事なんで、やっぱここは私の勝ちでしょう。二人で見るのいいな。絶対一人で見るようなのいいな。エンジェルの匂い、ジャスミンか。お。私の匂いもわかるのかな。シャワー浴びてくればよかった。レイジェルはもう気使ってるからな。うん。観察する人を見つけて、その人のセリフや考えを演じるの。はあ。それだけ？そんなの頭の中でいつもやってるんだけど。お、クロエ。才能あるってことだ。才能あるぞクロエ。やってみよう。いつもやってるってやばくないか。あ。お、いっぱいありますね。なんか像。小学校の頃の作品だ。へえ、あなたが作ったの？そうだよ。ああ、なるほどね。人の評価なんて。あれか、二人で見てるから同時に動くんだ。ゾクラエって感じはする、ね。面白いゲームだな。やってみようかな。やるやついねえけど、やるやついねえけどやってみようかな。いていいかな。あ、いっぱい人いるね。あ、いっぱいいるな。どうしよう。順番に見てみようか、じゃあ。こっち側から。栄養士と結婚してるのかな。うん。家じゃこういうの食べられないし、だから。ああ、なるほどね。ファーストフードね。油っこいもの大好き。弁護士の給料。油、最高。食べても食べても止まらねえ。いいじゃん。おっと、スーツにポテトが。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。さないと。仲良さそうじゃん。車にリスの着ぐるみがあったはずだ。あ、いいね、いいね、いいね。いいね、これ弁護士の給料はっていう、もう完全にわけわかんないことあったけど、それ選ばなくてよかったわ。それ選んでたら多分結構あれだったかもしんない。空気悪かったかもしんないわ。さてこれは、いや手のつなぎ、いやどっちだ、どっち行こうかな。最初の方の割と付き合いたてのカップルで行くべきなのか、それとももう音楽でも聞きに来ない、音楽でも聞きに来ない、聞きに来ないって何。いや、つなぎ方で行きましょう。手のつなぎ方変じゃない？聞き手どっちだっけ？両方いける、両利きなんだよね。つまりそれは両手が恋人ってこと。おー、いいね。見てみる。お、まずは手を離してくれ。わー、いいねいいね、いいね。クレもだいぶうまいぞ。結構やっぱ頭の回転ピカイチだからな、クレも。いいぞ。あとは父親。いや、これ重そうな空気あるぞ、重そうな空気が。大丈夫か。ねえ、あの二人はどう。なにこれ、息子を生贄にハンティングパーティー。いや、どっちで行こうかな。割とレイチェル乗ってくれるからな。どっちで行こう。なんか息子の反応見てる感じ、こっちかな。神は言った、何時の長男を生贄として捧げよと。パパ誰と話してるの。気にするな。ほら、グリルが温まってるか、しっかり見てくれ。そうだ。あ、いいじゃん。ダークだね。あ、これはいいぞ。いや、完璧。これは親友なるわ。この感じはな。面白いな。次は？あ、終わった？選べない、もう。あ、悪いな。独り占めして。おっと、いいし、見れるんじゃないの。イチャイチャ開始まで3、2、1。完璧じゃん。しかしよくやるよ。タイミング完璧じゃん。今振動ベッド売りだったのかどっち。わかんねえ、わかんねえ。これもう断片的すぎて、売りだったのかってなんだ振動ベッド。ハニー、振動ベッドを使いすぎたのかな。君が二人見える。レイチェル。レイチェル。ねえ、大丈夫？あ、知ってる人かな。ダメダメ。はい。あなたはあのクロエプライスでしょ。あ、違う、演技入った。何時間も経つのにまだシラフだなんて、サボりの規則に反するんじゃない。まだシラフだなんて。いや、これは多分レイチェルがふっかけてる気がするな。これレイチェルがふっかけてると思うんだよな。どうだろう、二日酔いがまだ残ってるかも。
何よそれ、デートしておいてお酒もおごらないなんて。違う、これレイチェルが絶対演技試してるって。絶対試してる。お酒あったけどさ、ワイン。なあ、あれ取るの？あそこにワインがある。盗もう。マジで？そんなことしなくても酒屋に行けばいいじゃん。ダメ、こんな場所にお酒持ってきたんだからみんなに分けるべき。レイチェルわかんねえな、悪い子なのか。人のものを奪いたいの。いや、これどっちだ。じゃ、私行くからついてきて。役に入ってんのかわかんねえな、もう見えない。レイチェルが演技好きっていうことを考えると見えないわ。何か用？大変。あ、なるほど、血を引いた隙に取れと。任せろ姉さん。マジかよ、ここまでやるなんて。早く取らないと。え、これでもダメじゃない？初手はまずくない？なんかもう一個気散らした方がよかったかな。ああ、よかった、大変なんだ。危ない。助けを呼んでくれ。危ない。レイチェルを助ける。レイチェルに注目してもらわないと盗めない。まあそうだね。何を待ってるのよ、早く。そっちこそ何を待ってる？そこのライフガードもどきに言ってやれ。人工呼吸なんて覚えてないよって。本当だよな。いい大人が泣いてる場合かよ。本当だよ。わかった、脈を確認するよ。首でいいんだよな。やっぱり助けは必要よ。公園の逆側にレンジャーがいるはず。レンジャー。俺らで見てるから呼んできてくれ。レンジャー、死ぬのは見たくない。わかんねえ。なんかその子やばい目してないか。わかんねえよ。どういうこと？インフメなかった。もしかしたら狂犬病かも。見張ってないと噛みつかれるぞ。連携いいぞ。やらずやってやる。無理だ。最低。見ての通りこの人役立たずなの。助けを呼ばないと大変よ。お前がやるよな。キーをつかめ。あんたこっち見ろ。人生って車から締め出されたいのか、それとも窓を叩き割って。さっき聞いた話ね。チャンスのキーをつかむのか。あ、わかったよ。そこの女の子にさ、やっぱ頼りがいがある男だと見せてやってくださいよ。あんた今チャンスなんだから。女の子もね、これ男も見てるよ。こいつ頑張ってくれるかなって。危ない。良くなった、あなたのおかげね。あ、うまい。でも来る。心から感謝します。みんなよくやった、じゃあな。どういう来る、わかんない。どういうキャラなの。あ、すごいわ、あなたはヒーローよ。いや、この時間があるからすぐ気づかれないぞ。そうかもな。完璧じゃん。レイチェル、わかんねえキャラが。お前、はい、あなたも受け取ろう。どうも。キャラがわかんねえ。レイチェルのキャラがつかめないな、未だに。おかげさまで喉カラカラだ。めっちゃ飲むじゃん。なんだろう、すごく冷めちゃった。もう帰るってことなのかな。レイチェルのキャラがわかんねえ。何こいつ、わかんねえ。マジでわかんないんだけど、レイチェルのキャラが。なんかさすがになんか感情が変わりすぎじゃない、さっきから。落差がテンション上がっては下がってみたいな。どうしようかな。でもちょっと時間っていうか霧が結構いい感じだから、ここで一旦切るか。はい、じゃあまあ明日。